はい、今回はですね、つつしお、ゆきこちゃん、の事件とですね、犯人とされている、勝田邦彦について、ちょっとお話ししていきたいと思います。気になる方、最後まで聞いていただいて、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ちょっとね、最初に、言いますけど、これはリスナー様からこの事件をちょっとどう思いますかっていうご意見をいただいたんで、ちょっと調べたんですけど、正直、ちょっと分かりきらないところがあるんですよ。で、なんて言ったらいいのかな。今回のちょっと内容はね、リスナー様に、いつもそんな、聞いていただいてるんで感謝してるんですけど、今回ちょっとあんまりいい話じゃないかなって結構僕思ったりするんですよね。で、それはなんでかっていうと、このね、コンテンツに関しての、質問っていうか、解釈っていう話なんですけど、なんていうのかな、この、つつしお、ゆきこっていう、女の子が、このまず、丸された事件と、加古川、如実、丸貝事件と、この勝田邦彦の、この関係をっていうことを、言われたんですけど、これはね、ちょっと最初に正直に言います。信じるか信じないかは、あなた次第、リスナー様の判断にお任せしますけど、ここら辺のちょっと話がね、あんまり具合悪いなとかって思うんですけど、僕の考えなんでね、間違ってたらごめんなさいっていうことで言いますけど、これ多分ですよ、勝田邦彦は両方やってないと思います。なんでそういうことを思うのかっていうことをちょっと一つずつお話ししていきます。だからこれっていうのは、難しい問題なんですよ。それどういうことから出てくるのかっていう話になると、このつつしおゆきこちゃんっていう、女の子を丸した犯人が、勝田邦彦、っていうことの可能性がまず出てるんですよ。これはあくまで可能性なんでね。で、それと、そこから、犯行動機が似通ってる、来るっていうことで、加古川如実、丸貝事件の犯人もこれ勝田邦彦だっていうことだという解釈だと思うんですけど、僕の解釈なんですけど、これっていうのは、つつしおゆきこちゃんの事件をやったのもおそらく勝田邦彦ではない、そして加古川如実、の事件も、勝田邦彦ではない、それはなぜかというと、まずスタートの入り口段階からつつしおゆきこちゃんの事件を勝田邦彦と見せかけて、そこから類似した加古川如実事件も犯人も勝田邦彦と見せかける、そういうトリックだと思うんで、なんでそういうことを思うのかっていうことを真剣にお話していきます。ね、もちろん真面目な話ですけど、これっていうのはおそらく両方違う可能性がある。そして、そう思う理由っていうのがある程度明確にあるんですよ。で、これ調べれば調べるほどにこの事件っていうのも、嫌な事件だなとかっていうのを思うんですよね。まず最初にね、その事件の内容もそうですけれども、最初にまずお伝えさせていただきたいと思うこと、もう本当にこの一言につきます。つつしおゆきこちゃんっていうね、この女の子のご冥福をお祈りいたします。これ犯人がどうとかなんとかそういうのを抜きにしてわからないこともあるんですけど、つつしおゆきこちゃんって女の子、小学校3年生の若さで、丸されている、もう悲惨の限り、で、これ犯人っていうのは特定しきれないところがあるんですけど、もう鬼畜な犯人がね、おそらく、一瞬で刺して丸したっていうそういう話なんですよ。死因が失血死か窒息死っていうことが言われてるんで、まだね小学校3年生っていうことでこれから多分人生生きたら楽しいだろうなっていうことを思う女の子が、亡くなったっていうその事実っていうのが、とても悲しいし無念でしかないんで、もうこのつつしおゆきこちゃんという方の、ご冥福をお祈りいたします。まずそこから、始まっていくこの事件なんですけれども、だいぶ、謎すぎて、もう正直訳がわからないなとかっていうのを思います。本当に、調べれば調べるほどに、考えれば考えるほどにこの事件、謎です。まず何かっていう話なんですけど、このつつしお、ゆきこちゃん事件っていうのを、そうも言うし、あとは別名なのかな、これ
津山、硝酸女児、マルガイ事件ということなんですけど、この津山、硝酸女児、マルガイ事件、およびこの、筒塩ゆき子ちゃんの、丸されたっていう事件の、この真相と真実が、これが全くわからないんですよ、本当に。調べれば調べるほどにわからないんで、なんでわからなくなるのかっていうこと、なんで謎なのかっていうこと、まずね、そのことからお話ししていきます。まず、この筒塩ゆき子っていう女の子が、丸された当日なんですけれども、母親が家の鍵を、閉めて出て行ったという情報、あるいは母親が家の鍵を閉め忘れて出て行ったという全く異なった2つの情報が出ています。なぜこの正反対の情報が出るのかということが全くわかりません。しかし、一つここで疑問なことがあります。母親が鍵を閉めて外出したという、この情報の延長線上に乗っかっていくと、その母親が外出した10分後に宅配業者が、来たんですよ。で、その時に、宅配業者の言い分は、家の鍵が開いていたっていうことなんですよね。これっていうのはどういうことかっていう話なんですけど、この情報を、考えるんであれば、母親が出て行ってから10分後に、すでに家の鍵が開いていた。さらにそこから犯人が家の中に入り込んでいたっていう、そういう可能性があるんですよね。もし、鍵を閉め忘れていったと仮定した場合は、すんなり開けて、中に入った。つまりは、この事件っていうのは、犯人が、あらかじめ家の中に入り込んでいたっていうような話なんですよ。まずここまでね。そして、ちょっとだいぶこのもう不可解だなとかっていうところでもうなんだか本当にわからないんですけど、これっていうのはね、この宅配業者が、家の入り口に置いてあったであろうメール便かな？メール便の、そのメール便が、なんと、筒塩ゆき子の遺体の下から見つかってるっていう、情報があるんですよ。だから、その、メール便の上に、覆いかぶさるようにして亡くなっていたのかなっていうことも思うんですよね。だから、なんていうのかな、単に、丸されたとか、そういう話じゃないのかなとかっていうのも思うんですけど、もう大体わかんないけど、不気味ですよね。で、この事件っていうのは、犯人もそうですけど、どこに狙いを定まってるのかっていうのがわからないんですよ。そこに、不可解さ、謎、真相真実にたどり着けないところがあるっていうことなんですけど、そのことをちょっとお話ししていきますね。この、筒塩、ゆき子ちゃんっていうのが、丸される前になんですけど、この筒塩っていう家ですよね。この家に、ある不可解なことが起こってるっていうことが分かってるんですよ。筒塩ゆき子の、両親の車、この車のタイヤのボルトを外されたり、車のワイパーを、壊されたりしてるっていうことが分かってるんですよ。そうなってくるとね、これっていうのは犯人の狙いはどこにあるのかっていう話ですよね。筒塩ゆき子ちゃんが、犯人の的ではなく、もしかしたら家族を、的にしていたんじゃないかっていうことも、考えられるんですよ。そして、この、家族の車を、そのボルトを外したり、ワイパーを壊したりっていうこともあるんですけど、おそらくですけど、この犯人ね、誰だかわからないんですよ。さっき言いましたけど、勝田邦彦ではないと思うんで、この、いわゆる犯人ね、犯人 X としましょう。この犯人 X は、おそらく、筒塩ゆき子の家の周辺を多分入念に調べていたっていうことなんですよね。で、この、筒塩ゆき子の、家は、なんだろう、家族で出かけるときに、鍵をね、どっかに、要するに、ポストかな、そういうところに、置くみたいな、そういうような、その家族ルールみたいなのがあったんですけど、犯人はおそらくその鍵の位置も把握して、
していた。つまり犯人の行動っていうのは、入念に入念に下調べをしてるっていうことなんですよ。で、それで、おそらくは、まあ、鍵が開いていたか開いてないかわからないですけれども、家に入り込んで、この筒代由紀子っていう女の子は、帰ってくるところを待ち伏せして、犯行に及んだっていう、まあ、ことです。で、この筒代由紀子っていう女の子が、丸されてから、犯人が、まあ、長い時間逮捕されていないんですよね。で、ここにもちょっと疑問があるんですよ。そして、ちょっと話がすごく難しいんで、一回ここで整理しますけど、筒代由紀子を丸した犯人っていうのは、さっき僕がお話ししましたけど、この筒代の家に、詳しい人間である、まあ、いろんなことを、まあ、なんていうのか、事前にこう、下調べしてある、そういう人間であるっていう可能性が高いっていう、そういうお話をしましたよね。この話から、勝田邦彦が犯人ではないっていう、そういうことにつながっていくんですよ。だから、もう一回ちょっと本当これ難しいんで、整理すると、筒代由紀子を丸した犯人は、筒代由紀子の家に精通していた、人間である可能性が高い。しかし、後で話しますが、勝田邦彦は、この筒代由紀子の家の情報をそこまで分かっていない。つまりこれっていうのは犯人ではない可能性が極めて高いっていうことです。そして、この事件、もう一つっていうか、もういくつか、いくつも複雑なところがあるんですけれども、リスナー様が、まあ、調べられたかもわからないんですけど、この事件っていうのは、本当に、なんていうのかな、もう、謎が謎を呼んで、もう、わからないわって、本当調べれば調べるほどにわからないわっていうことの情報があるんですよ。そのことについてお話していきますね。津山翔さん女児丸害事件の犯人は、実は、筒代由紀子の姉なんじゃないかっていう、そういう件についてね、これっていうのは最初から言いますけど、家族を犯人にして、良くないんじゃないかとか、そういうことも意見が出てるのは分かってるんですけど、これっていうのも、この、筒代由紀子の姉の行動っていうのも、だいぶ理解に苦しい場面もあるんですよ。あと、まあ、これっていうのは調べれば分かるんですけれども、あ、ここからこういった話が出たかっていう、そういう話ね、もちろん真相っていうのは分からないですよ。だからこの事件っていうのは難しいんですよ。ただし、まあ、この今ね、筒代由紀子の姉について、話していきます。この時点でさっき言いましたけど、まだ犯人は分かっていないわけですよ。筒代由紀子を丸したのは誰だか分からない、家に精通している人間、家の状況に詳しい人間であるという可能性がある。そして、姉が疑われた、それはなぜっていうこと。まずこの事件において、この筒代由紀子の姉っていうのは犯人であるか否かって、そういうこともそうなんですけど、この姉の行動がちょっとだいぶ僕はおかしいと思うことがあるんですよ。そのことをね、まず ここでお話ししていきます。この筒代由紀子の、まあ、姉が犯人なのではないかっていう、と言われるこの理由ね、うん、それはなんでなのかっていう話なんですけど、この事件が起こった時に、その日に姉だけのアリバイがなかったっていうことから犯人として疑われたんですよ。このこと自体は別に、まあ、おかしいことかもしれない。家族だから、なぜ姉が疑われるっていうことなんですけれども、でもこれっていうのも調べると、あ、そうなのかなっていうところにも行き着いたりするわけですよ。で、僕が、一つ不可解だなと、この事件の、この筒代由紀子の姉の行動について思うことがあるんで、そのことをお話ししていきます。これっていうのはわからない。もしかしたら情報が間違ってるのかもしれないんですけれども、この姉の情報を、今から話す情報を、検証することができれば、これっていうのは明らかに姉はおかしいんですよ。犯人であるとか、犯人でないとか、そういうことでなく、明らかにこれは姉の取った行動がおかしいっていう、そういうことについて話をしていきます。筒代由紀子の姉が学校から帰ってきた時に、筒代由紀子は倒れていたっていうことが分かってるわけですよ。ここからですよ。筒代由紀子の姉は救急車に電話をせずに母親に電話をしたっていうことが分かってるんですよね。なんで妹が倒れてるのに救急車に電話をしないのだろうかって、動揺していたからなのかなって、
ていうことも思うんですけれども、普通に考えてですよ、妹が倒れていたと、で、姉がそれを見つけたら、即親に電話をする前に、母親に電話をする前に、救急車を呼ぶのが先なんじゃないかっていうことを思います。もしかしたら動揺していたからね、親に電話をしたのかもしれない。それっていうのはわからないです。そして、一部の人かもしれないし、多くの人かもわからないけど、この今の話、姉が、救急車ではなく母に電話をしたっていうこと、この姉の行動がおかしいんじゃないかっていうことで、そこにまず一つ疑惑の目を持たれるんですけれども、さらにその疑惑の目が、加速する理由っていうのでね、ここも本当かどうかわからないですよ。調べても、証拠っていうのはわからないんですけど、ただし、こういったことからさらにその疑惑、疑念が深まるなっていう話なんですけれども、筒代由紀子の姉と、筒代由紀子は実際の姉妹ではないっていう情報があるんですよ。つまり血がつながってない姉妹っていうことです。この筒代由紀子の姉が犯人ではないかって言われるのの、大きなる要因としては、筒代由紀子という、妹、可愛い妹が、可愛がられてるということに、嫉妬したこれ姉の犯行なんじゃないかって、そういった解釈が出るわけですよ。本当かどうかっていうのはわからないですよ。この事件ってのはもう本当に、いろんなことが交錯してるから、もうはっきり言ってわからないっていうことなんですよ。この時点でまず一回整理しますけど、姉に疑いが出てますよね。だからまず一番最初としては、家の中に誰かが入り込んで、隠れていて、丸下っていうその可能性。で、僕の解釈はですよ、多分姉はね、犯人という疑いが出た、多分姉は犯人ではないと思うんですよ。で、その理由っていうのも、もちろん確証はないですけど、女だから、そんなにクイックに人を刺すっていうことは多分できないと思うんで、ただ、この何かしらに、やっぱり姉の行動もおかしいですよね。リスナー様も思うかもしれないですけど、自分の妹がね、例えば血だらけになっていたらもう即119番すると思うんですよ。それ以外、のことはないだろうし、で、119番をした後に母親に電話をするとは思うけど、もしかしたら、気が動転していて母親に電話をしたのかもしれないっていうこと。そして、いきますよ。ここで、まず、この事件、もうなんと言っていいのか、ごめんなさいっていうことなんですけど、津山翔さん如児丸害事件のこの犯人が、勝田邦彦ではないかっていう、14年越しにこの勝田、邦彦が犯人であるっていうことが分かったっていうことが言われてるんですよ。勝田邦彦が、別の事件で逮捕されていたところから、この関連性を、疑われて、勝田邦彦が自供したのかな？で、犯人であるっていうような、話にはなっているんですよ。途中でちょっと否定してるとかっていうのもあるんですけど、で、こっからですよ。この事件の複雑化していくところは、さっきの話を、ちょっともう長くなってしまってんで忘れたら申し訳ないんですけど、この、筒代由紀子っていう、女の子が丸された事件っていうのは、犯人は、筒代由紀子の家に詳しかったっていう、そういう可能性があるって言いましたよね。事件の前に、例えば、両親の車を、タイヤを、ボルトを外したりとか、ワイパーを壊したり、あと、鍵の位置を把握して家の中に入り込むっていう、それが犯人の、可能性であるっていう話しましたよね。勝田邦彦っていうのは、こういうことを言ってんですよ。筒代由紀子が可愛いから尾行して家に入り、首を絞めたって言ってんですよ。これだいぶおかしいんですよね。さっきの話で言うと、筒代由紀子を丸した犯人っていうのは、筒代由紀子が家に入る前に隠れていたんですよ、家の中に。それが犯人なんですよ。ただ、この勝田邦彦の言い分は、尾行してから家に入ったっていうことですよ。おかしいんですよ、これ。
犯人の、考えている行動、あるいは犯人の置かれている状況と、この勝田邦彦っていうのの、話している発言内容に、矛盾っていうかちょっとおかしいところがあるんですよね。うん、そしてこっからこの事件で僕がリスナー様に話した、おそらく勝田邦彦が犯人ではないんじゃないかっていう、そういう話なんですけれども、これっていうのはおそらく多くの人がこう思うんですけど、そう思う時点で、僕の中では、もうちょっと違うなって思うことがあるんですよ。そのことについてお話していきますね。勝田邦彦は多数の前科を抱えている。多数の前科持ちっていうことです。幼児とか学生とか女の子、そういった、まあ、女の子たちに、まあ、まあ、卑猥なことをした前科があるってこと。そしてこの本人が、こういうことを100回以上やってるってことは言ってるんですよ。つまりこの話から聞くとね、勝田邦彦っていうのは、鬼畜、女の人に対するその、マル的犯罪を犯すような人間の可能性があるっていうことで、そっから勝田邦彦が犯人なんじゃないかっていうことを思うんですけど、これっていうのはどうなのかなって思うわけですよ。うん、まあ、言い方悪いけど、ちょっと話ができすぎてるんですよね。うん。そしてね、ちょっと、事件の、内容が異なってきますけど、まあ、こうも考えられるっていう話なんですよ。勝田邦彦はね、アニメオタクだったっていうことが分かってるんで、そういったことから犯罪をするんじゃないかっていう、そういう解釈もあるんですけど、もうそのパターンで来たら、もう僕は思うことがあって、これっていうのはもう、昔起こった、凶悪事件ですけど、もう宮崎努の事件と同じ形取ってんですよね。宮崎努も、まあ、アニメのオタクだから、そういうやつを犯人にするって、それってマスメディアがそういう戦略を仕掛けただけの話なんですよ。別にアニメのオタクだから犯人かどうかっていうことはわからないし、そんなことっていうのは、別に僕宮崎努も嫌いですけど、で、この勝田邦彦っていうのもわけわかんないけど、別に こいつらの肩を持つわけじゃないけど、だいぶこれっておかしいよなって。だからこの、リスナー様に話しましたけど、この勝田邦彦っていう、まあ、人間に関して、まず決定的におかしいのは、筒塩由紀子の、尾行して、家に入って首を絞めたっていうことで、まずおかしい。これっていうのは犯人はだから最初に家に入って隠れていて、それで犯行に及んだ可能性が高い。つまりはこれ犯行の状況が異なる。さらに、勝田邦彦っていうのは、女の子に対しての卑猥なことで前科があるっていうんだけど、これっていうのもそういう前科がある人間だからこいつが犯人なんじゃないかっていう、そういう方向に話を持っていくんじゃないかっていう、そういう風に解釈ができるんですよ。僕はね、さっき言いましたけど、別に勝田邦彦っていうのは別に味方もしないですよ。まあ、言葉が悪いんで誤解がないように言いますけど、他の犯罪を犯してるんで、それでね、処分、処罰、刑を受けるべきだと思います。あまりにもひどかったら別に極刑を受けるべきだとも思います。今回のこの事件は関係なくね、うん、この津山市の事件は関係なく別の事件で、まあ、刑を受ける、極刑でもいいからそれを受ける方がいいと思うんですよ。ただこの話からもそうなんですし、結局のところ、裁判になって、裁判の時にこの勝田邦彦は、自分は、していないっていう、否定してるんですよ、これ、犯罪をね。だから、まあ、その疑わしきで持ってかれてるんでしょうけど、これがやったかどうかっていうのもわからないところですよね。うん。だからもうそうなってくると、他のコンテンツでも話したことありますけど、もうそういうもう偏見とか先入観の目がどんどん行ってしまうんで、この勝田邦彦っていうのは、まあ、過去に100回以上卑猥なことをしてる、まあ、鬼畜だから、まあ、今回もこのね、筒塩由紀子ちゃんの事件をやったのではないかっていう、そういうふうに思うかもしれないけど、果たしてそれっていうのはどうかなっていうことを僕は思うんですよ。だから、僕の解釈ですよ。もちろんですけど、これ犯人がわからないっていうことなんでね、津山翔さん、女児丸貝事件っていうのは、おそらく姉は疑惑に出たけど、姉は犯人ではない。姉のおかしい行動としては、
妹が血だらけになっていたところに、救急車を電話せず母親に電話したっていう点でおかしい。あと、妹と姉が血がつながってないっていうことから、もしかしたらそこら辺に何かがあるのかもしれないけど、それ以上はわからないっていうことです。そしてこの勝田邦彦に関しては、犯人の、感じでは先に家に入り込んで待ち伏せ、隠れて待ち伏せしたっていうようなことの、まあ、状況証拠から考えるとそれとは一致しない行動をとっている。あとはまあこの、まあ、いわゆる、まあ前科が多い、まあ、その丸的なことをしたら前科が多いっていうことから、こういう人間は犯人でやるよねっていうことを思われるけど、本人も否定しているし、ちょっと違うと思うということです。だつまり、ここの時点で一回ちょっと整理しますけど、筒潮ゆき子ちゃんの事件の犯人っていうのは姉でもなければ勝田邦彦でもないっていうことなんですよ。そして、最後、ここに行きますね。加古川如次丸貝事件の犯人は、勝田邦彦容疑者なのかっていう話なんですよ。で、これっていうのも、もうここまでの話をね、聞いていただければわかると思うんですけど、これね、うん、津山の事件と加古川の事件の、まあ、犯人の手口がそっくりだから、そこから勝田邦彦が犯人なんじゃないかっていう話なんですけど、さっき言いましてね、津山の事件を勝田邦彦がやってるかどうかっていうのがわからないわけですよ。だからこれっていうのは、僕の解釈ですけど、うん、巧妙に、似せた、犯罪の手口、同じ、犯罪の手口なんで、ここからこの2件の犯罪を勝田邦彦に持っていこうとしたんじゃないかって、そういうふうに解釈するわけですよね。世の中の多くの人っていうのは、もうこうなってくるとね、もはやはっきり言って、まあ僕の解釈なんですけど、真相とか真実とかってそういう話ではなくなってきてるんですよ。勝田邦彦っていう鬼畜、丸的犯罪を起こす鬼畜っていうのがやっただろうなって、だからこういう人間ってのは罪を犯すだろうなって。だから確かにその、今なんか服役し中なんでしょうけど、それで別にね、刑を受ければいい、別に極刑になればいいっていう話なんですけど、僕がリスナー様にお伝えしたいことは、それとはちょっと違うんですよ。もっと全然違う、なんていうのかな。難しいんだけど、伝えるのが。もっと違うって言ってしまえば、なんて言えばいいかな。津山事件と加古川の事件を、勝田邦彦の、せいにして、それで、いれば真犯人が、いわば隠れてるって、そこが問題なんじゃないかって、そういう話なんですよね。だ僕は、まあ、リスナー様に、聞かれたんで答えますけど、勝田邦彦が津山の事件と加古川の事件を両方犯しているのかっていう、その質問ですけど、うん、両方犯してないと思います。で、っていうか、むしろ片っぽも犯してるかどうかもわからない。両方してないんじゃないのかなとかって思うんですよ。うん、で、さっき言いましたけど、別に肩を持つわけじゃないんですよ。勝田邦彦っていうのは他の罪をしてるんで、それで罰を受ければいいし、ね、まあ、この事件をしてるしないは抜きにして、まあそういう丸的なことをやるんで、再犯率も高いから、もうそのまま極刑になればいいと思います。ただ、この今回話してる事件の問題点は何かって言ったら、真犯人が隠れて出てこないことって、それが問題なんじゃないかっていう話ね。そして、今回この、事件を調べて僕が思ったことがあるんですけど、多分ここら辺からこれ来たなとかって、思うんですよ。勝田邦彦の、両親が、兵庫県警にもともと勤務していたっていう情報があるんですよ。うん。だからこれっていうのは、もう、わからないですけど、もうこれぐらいしか解釈のしようがないなっていうような話なんですよね。兵庫県警って過去に、いろんな不祥事とか起こしてるんですよ。だから、もうどうだろう。まあ、こう思うかなって。だこの兵庫県警に勤めていた、まあ、勝田邦彦の両親ですよね。で、まあ、何かしら警察の裏側で力が働いて、おそらくですけど、津山の事件と加古川の事件を、勝田邦彦のせいにしようって、罪をなすりつけようっていう、そういった話なんじゃないかなっていう、そういうことが考えられますよね。で、もう、さっきリスナー様に言いましたけど、世の中の風潮的にはね、多くの人っていうのは多分こう思ってんですよ。どうせこいつがやったんだろうなって、この鬼畜があってね。だけど、津山の事件に関しても全く証明ができないし、加古川の事件はちょっと
今回のこれではちょっとこのコンテンツ話せないんで、ちょっと次のコンテンツでカグワの事件だけ取り上げますけど、それっていうのもおかしいなとかって思うんですよ。うん、で、なんていうのかな、勝田邦彦は、津山の事件と、加古川の事件を、僕はしていないと思います。そしてですね、ちょっと今回の事件に関しては、今回の事件とはちょっと別なんですけれども、加古川の事件の方なんですけど、加古川女児丸貝事件の被害者ね、これ、宇野瀬柚月っていう人なんですけど、ここにもね、まあ難しい問題が出てくるんですよ。この、宇野瀬柚月っていうのの家族が創価学会っていうことが分かってんですよ。だからもうこうなってくると、多分ね、分からないと思うし、別に僕も分からないんですけど、どうだろうな、うん、この宇野瀬柚月の方の加古川女児丸貝事件っていうのは創価学会っていう巨大宗教、あとはこの兵庫県警っていうののその忖度が考えられるっていうことです。だからそうなってくると、もうもはや、勝田邦彦なんていうのは犯人ではないっていう、そういう可能性が極めて高いんですよね。だから、なんて言えばいいのかなと思いますけど、まあこの津山の事件に関しては犯人が何だかわからない。で、おそらく、この、加古川の事件、まあ、宇野瀬柚月の事件に関しては、まあ警察と創価学会が何らかしらか、関与して、まあそこら辺で、まあ何か後ろで力が動いてんのかなっていうことを思います。そして、そういった、もう目に見えるものとは違って、目に見えない裏側でいろんなことが動いて、結局、出るものっていうのは、まあ、そのマスコミの、まあ、そういった情報もそうですけど、まあ、勝田邦彦がやったんじゃないのっていう、勝田邦彦にこの2つの事件を罪をなすりつけるっていう、多分そういうシナリオだと思いますよ。これっていうのはもう世の中に日本 の、 裏が、闇が動き回ってるんで正直わからないですけど、僕が調べた感じですと、勝田邦彦って津山の事件も加古川の事件もやってないと思います。そして、まあ、まあ、最後だからね、ちょっと正直にお伝えしますけど、うん。勝田邦彦が、津山の事件、加古川の事件を、二つとも犯人であるっていうことを、世の中の多くの人が思ってるって、そういうことが、多分、この真犯人の狙い通りだと思います。僕はそのように解釈しています。両方とも犯人が、解明されていない、そして、にもかかわらず、世の中の人の多くは、この筒潮由紀子っていう女の子を、丸したのは、勝田邦彦だであると多くの人が思っている。そしてもう一つ、加古川の事件を起こしたのも、勝田邦彦だと思っている。しかし今回のコンテンツでお話ししましたけど、津山の事件に関しては、勝田邦彦が犯人であると思えない点が多いっていうことです。そして加古川の事件に関しても、どこにも勝田邦彦が出てくる理由もないし、事件の、流れてる、犯行が似通ってるから、両方ともこれ勝田邦彦のせいだって言うかもしれないけど、いやいやいや、津山の事件を勝田邦彦をやったっていうことがわからないんで、その前提条件から崩れてるわけですよ。でも多分そこまで思うことも難しいと思いますし、そこまでどうかっていうのも思わないし、別に僕が言ってる話がね、正しいとかっていうことも、そんなことを言う気もないんですけど、少なくとも僕はそう思います。この事件ね、うん。筒潮由紀子ちゃんの事件、勝田邦彦じゃないんじゃないかなとかって思う。そして、まあ、ね、似通ってる加古川の事件もこの勝田邦彦のせいにしようとしてるって思うけど、多分それも違うんじゃないかなって思うのが、まあちょっと、まあ僕の解釈でしたっていうことで、ちょっとね、今回長くなってしまって誠に申し訳ないんですけど、まあめちゃめちゃ難しい事件だと思います。そしてですね、ちょっと次のコンテンツで、加古川、女児丸貝事件単体で取り上げようと思いますので、まあそんな感じで、今回は終わらせていただきたいと思います。すいません、ちょっと長くなってしまったんですけど、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。